シュージ君と刈谷さんが狭い密室に二人きりで手と手を取り合い楽器という名のお互いの体をかき鳴らしてそんな秀司君がまさかそんなことあるわけがでも今日もあんなに楽しそうに出かけて行ってスタジオでお二人で <laughs>